はい、どうも、ボスベイビーです。さあ、皆さん、株取引というものは知っておりますか？株取引と言っても、現実の株取引ではなく、集まれ動物の森の中で行われる野菜の株を使った取引です。その株取引について今回はいろいろと株の変動をお教えしようかなと思います。株価の変動ね、こちらの方をご紹介していきたいなと思います。それよりもちょっとこのボスベイビー、マジでかっこよくない？私最近このボスベイビー作りにハマってて、めっちゃ素敵なんだよね、本当に。ということで、まあ椅子はね、可愛いやつなんだけど、紹介していきたいと思います。レッツゴー。はい、まず株の基礎知識です。株の売買は自己責任でお願いします。私のこの動画を見たのにうまくできなかったっていうのは慣れてないからです。株をやり続ければ慣れてきて変動が分かってくるんでね、その辺は自己責任でお願いします。ということで、まず基礎知識なんですが、この島にね、ウリっていう、まあ、前作まではカブリバっていうキャラクターがいたんだけど、その孫であるウリが日曜日の午前中に株を売りに来ます。で、買い値としては約90ベルから110ベルの間、90ベルから110ベルっていうのは変わらずに、この間を変動します。で、安い時を探して買います。で、買い値は重要になるんで、これはもうメモを取っておいてください。覚えられるなら覚えられるんでいいんですけど、メモを取っておく方が安全です。そして次に、月曜の午前中から土曜日の午後にかけて、ああ、ここが儲けだなと思うところを狙って買った株を売却します。この場合は商店ができてなきゃいけないね。豆吉と粒吉の商店が、豆粒商店ができてないといけないです。これは必須になります。そして月曜日の午前中の売り値って結構重要になります。これもメモ必須です。これ覚えておいてください。ここから数えて変動値を見ていくので、月曜日の売り値は大事になってます。で、株はですね、次の週の日曜日には腐ってしまいます。株っていうのは1週間しか持ちません。週またぎはできません。プラス時間をちょっとでも戻すと株が腐るので、1時間でも戻すと腐っちゃうから、1日の中でも。それは気をつけてください。なので土曜日の午後までに売却することが必須となっております。ここまで押さえた上で説明していきます。はい、ではまず株の値動きについて説明したいと思います。値動きにはまず4パターンあります。1つ波型、2つ目、地理頻型、3つ目が3期型、そして4つ目に4期型とあります。もうパッと聞いただけで何それって思うと思うんですけど、1つずつ説明していきたいと思います。まず波型なんですけど、波型っていうのは売り値がランダムに上下します。すごいね、グラフで言うと波のように上がったり下がったり上がったり下がったりを土曜日の午後まで繰り返すっていう感じですね。で、最大値はね、買い値の 1.1 倍から 1.5 倍程度です。で、買い値を超えるのは2回から7回、まあ計12回あるので、計12回の中で2回から7回は買い値を超えると覚えておいてください。ここ結構重要です。そして地理頻型。地理頻型は売値がまずマイナス3、まあ、マイナス2、マイナス3からマイナス6の範囲で下がり続けます。1週間を通してずっと下がり続けるんです。で、範囲外の値下がりは波型で確定になります。範囲外ということは、このマイナス2、マイナス3からマイナス6の範囲外はもう波型です。例えば、じゃあ7以上下がってしまった場合は、もうそれは波型なんですよ。地理頻型ではなく波型だって判断して大丈夫です。で、しかもそこから変調の可能性があります。
この変調の可能性が出た場合、3期型か4期型になります。では3期型は一番稼げます。高騰型とも言われていて、自利品型が変調して3期が最大値になります。で、最大値は、買い値の2倍以上から6倍以下となってますね。めっちゃ稼げるよ、3期型は。本当に普通に500ベル台とかバンって出るのがもう3期型で、次に稼げるのが4期型。自利品型が変調して4期目が最大値になります。で、最大値は買い値の 1.4倍以上から2倍未満になります。まあまあまあ損はしないし、いいんじゃないかなっていうレベルが4期型ですね。で、波型が一番判断がしにくいです。最大値の買い値自体が 1.1 倍から 1.5 倍程度ってことは、その波が上がったり下がったりしてる中で、一番もうここだなと思うポイントを見つけて、自分が買った額よりも高く売らなきゃいけない。だからちょっと波型が一番判断が難しいですね。で、自利品型が来た場合はもう仕方ないんで、損が少しでも少なくなるように高いところで売るしかないです。それでも損が出るのが自利品型、もうそれは仕方ない。で、3期型と4期型が出た時はもうラッキーですね。これも結構運はあるんで、それは仕方ないんだけどね。で、変調というものなんですけど、自利品型で推移してる時、もうずっと下がってる時に急に値段が上がる瞬間があるんだよね。それが変調です。変調した時を1期と数えます。例えば、月曜日の午後までは80ベルだったのに、火曜日の午前中になったら急に120ベルになってたと。もうその場合変調してるよね。一気にガンって上がってるので、これが第一期です。で、そうすると次は火曜日の午後が2期になります。そして水曜日の午前中が3期、午後が4期というのを変調と言い、1期、2期、3期、4期と呼ぶことになりますね。変調した場合はね、週の最高値は必ず3期目か4期目になります。でっかい変調が来たら3期目、それか4期目に来ます。で、3期目に来た場合は3期型、4期目に来た場合は4期型と呼びます。だからね、これ結構見分けるの難しいです。3期型と4期型を見分けるのが難しい。これは慣れていくしかないですね。で、この変調はね、月曜日の午前中から木曜日の午後までしか発生しません。もう金曜日の午前中になった時点でこの変調というものは起きないって思ってください。木曜日の午後まで、これ大事ですよ。木曜日の午後まで。で、今度売り時についてです。売り時についてなんですが、変調したら1期から2期は最高値にならないんで売っちゃダメです。さっき言ったようにね、月曜日の午後は80ベルだったけど、火曜日の午前中で120ベルになった。この時点で変調が起こってるんでそこで売っちゃダメです。で、火曜日の午後も売っちゃダメです。ここ2期に当たるんで売っちゃダメです。売るとしたら3期目から売るっていうのを覚えておいてください。そして売り値が買った時の額より2倍だったら、もう売り値がね220ベルを超えた時点で売っていいって思ってください。まあ、それは超えたらピークだなって思うのが結構筋かなと思います。だいたいね、買う時って90ベルから110ベルまでなんだよね。だから、じゃあ110ベルで買ったとして倍って考えると220ベルなんですよ、最大が。だからもう220ベルを超えた時点で売り値がね、売った方がいいと思います。私はそういう風に考えてます。で、波型なら最大でも 1.45 倍程度なので、もうね、利を求めすぎずに原価回収しておく方がいい。本当にこういう投資に関しては負けないことが大事です。少しでも価値を出しておくことが投資にとっては大事なんで、いや、もっともっとって深追いしすぎずに、ああもうこの辺かなっていう見切りをつけることはすごく大事になってきます。これは本当に現実の投資でもそうです。
そして波型で買い値を上回ったのが7回目ならもう売却しましょう。2回から7回しか来ないんで、7回上回ったってなったらもうそれが最後です。なんでもうそこは売らなきゃいけない場面ですね。はい。そして木曜日の午後までに地利品が続いたらもう諦めてください。そこで売っちゃってください。土曜日まで行くこともないです。地利品が続いた場合は木曜午後で見切りをつけて売っちゃってください。だってそれ以上下がっちゃうからね。どん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 下がるのが地利品なんで、木曜の午後まで地利品が続くならその後も下がるんで、そこで売るとまあまだ損はなく回収できるかなっていう感じですね。はい。ちょっとね難しいと思うんだけど、やっぱこの株は慣れなんで、うん。はい。というわけで今回は株価の変動についてお教えしたんですが、分かりやすかったでしょうか。一応ね、一時停止しながら確認しながら皆さんもできるように作ってみたので、よければこの動画を参考にして皆さんも株で大儲けしちゃってください。ボスベイビーめっちゃかっこいいな。ということで、参考になったよという方、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。生配信はミルダムの方でやっております。ツイッターやインスタグラムのフォローもよかったらお願いいたします。リンクはすべて概要欄にあります。ではまた株価について分かり次第動画を上げていきたいと思います。またね、バイバーイ。